サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながら、その作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、ウェブトゥーンの編集をしている林と、デザイナーの多田と、元司書の美咲です。今回もこのメンバーでお送りいたします。お願いします。お願いします。はい、今回は原のおすすめ作品ということで、木野仁さんの一級建築士かな子の設計思考を取り上げたいと思います。まずは概要なんですけれども、今のところ2巻まで出ておりまして、どちらも日本文芸社という出版社から出ております。日本文芸社の漫画取り上げたことあったっけかな。あったかな。うん、って感じだね、うん。で、第1巻がですね、2022年の3月20日発売ですね。昨年発売されました。で、もともとは、週刊漫画娯楽、という雑誌で、2021年2月から12月号にかけて連載されておりましたね。で、第2巻はその1年後くらい、今年2023年5月1日に発売されました。これは、やっぱり週刊漫画娯楽の2022年の6月から、2023年2月、連載という感じでしたね。はい、で作者についてなんですけど、この木野仁さん、まあ、木野仁って書くんですけどね、木野仁さんという方ですけれども、ネットなんかにインタビュー記事があったりしております。で、表紙にも書かれてるんですけれども、一級建築士と、それから一級建築施工管理技師の資格を所有している漫画家ということですね。で、過去に設計事務所で働き、で自ら自分でも開業していた設計事務所をね、そういった方でもあります。で、その後ですね、その働いた後に漫画家としてデビューするわけですけれども、特に成人向け漫画、まあ、いわゆるエロ漫画で活躍をしていた方ですね。で、まあ、他にもいろいろあるのかもしれないですけど、特にこの作品で、建築漫画ということでね、ご自身のもともと持ってた資格とリンクするような作品を発表、するようになったわけです。はい、あらすじですけれども、主人公は小川かな子という女性ですね。で、20歳の時に東京の設計事務所で働くために青森から上京しました。で、ある設計事務所で働くわけですけれども、7年後、その勤めた事務所を辞めて、一級建築士として東京の亀戸に立ち飲み併設の建築設計事務所を構えることになります。で、そのかな子はそこに舞い込んでくる大小さまざまな案件に、立ち向かっていくことになると、こういう感じでございますね。で、全部で第1巻は、9話入ってるのか。その9話が終わった後に必ず設計ノートっていうのがついていて、エピソードの補足をしたりとか、ちょっとうんちくが書かれたりとか、あとは裏話がなされたりとか、そんな感じでございますね。はい、ということで、皆さんの感想を聞いてみたいと思いますけれども、誰から言ったらいいんでしょうか。美咲さんから言ってますか。はい、はい、面白かったです。設計のこと全然知らないので、うん、そうなんだって思いながら読みました。うんうん、単純に作者さんが原作付きじゃなくて一人で書いてらっしゃるって、うん、すごいなと思います。すごいですよね、はい、これなんかね、その漫画家さんのインタビューで、そのエロ漫画書いてた時のインタビューなんですけど、なんつうの言い方が出てこない、シナリオっていうかさ、ネームっていうかさ、ネームの前の段階なんつったらいい、はいはい、シナリオじゃないですか。シナリオでいいのかな、話かアイディアっていうかね、それをさ、プロットか、プロットを作らないって言ってて、もういきなり書き始めるっていうか、そういう書き方でしか書けないって言ってたんでね。で、それはなんかエロだからこそそういうようなところが結構大事みたいなことも言ってたような気がするけど、で、対極、ある意味対極的な、すごい大変そうですよね、その書く過程ね。情報量がすごく多くて、特に2巻は、学ぶとか。2巻は結構きついよな。すごいですね、文字が増えて、ちょっと違う方向に行くくらいに。はい、2巻はね、あの一級建築士の受験編では出てくるんですけど、はい、そこが凄まじい情報量ですね。そうですね、はい、そういうのも知らない世界だったので楽しかったです、うん、で一方で図書館とかだとやっぱり新館の建築とか入った時に、はい、本をより見やすいかどうかとか、うん、そういう目線もあったりするので勉強になるなとか
その建築士さんがこういうふうに思ってたりするんだっていうことも分かって、キャラを通じて分かって面白かったです。はい、ありがとうございます。はい、はい、林さんいきますか。木野仁さんは、うん、私やっぱりその成人漫画の印象が強くて、はい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 、結構ハードコアな感じのエロなんですよ。ハードコアなんですよ。俺読んだことがなかったから漫画自体はね。そうそうそう、なのでなんかこの出た時はかなりびっくりした。だからそんな建築の資格をお持ちなんだっていうのが全然違う。で、絵柄もかなりなんかこれに変えてる印象がちょっとありました。ライトな感じ、ライトな、あくまでですけど、うん、印象としてはありました。で、私プロフェッショナル漫画好きなんですよ。あ、なるほどね。だからその筋の職人だから、その、はいはい、例えばこの床とここの天井まで目測で測れるとか、でそう、いや測ってみてやっぱ合ってるとか、なんかこのクレイジー職人ものすごい好きなんですよ。はいはいはい。そういう意味ですごく楽しかった。そギャップもすごい、こんな引き出しある、まあ、だから、うん、だっていうのもあり、うん、なんかなるほどって思いながら一巻パーって読んじゃいましたね、うんうんうん、なるほどね。しかもこのバー併設の建築、はいこれね、そうそう、ね、建築デザイナー屋さんっていうんですかね、うん、なんかモデルになってるとこもあるし、うんうんうん、なんかちょいちょい挟まれるお酒描写、はいはい、もう本当に全部店あるっぽくて、お店全部あるんだよ ね、 ね、間にね、あんま教えたくないけど、ね、そうそう、だから許諾取ってるっていうか、一応そういうことやりながらやってるわけでしょ。そうでしょう、ね、まあ、店主さんに書いていいみたいな感じじゃないですか ね、 ね、すごいよね。うん、行きたいってなりました、ね、いや、なるなる。ちょっとグルメ漫画ですもありますよね。あれあれ、ちょっとだけじゃないかもですけど、ね、だね、ヒロインが仕事終わったら一杯引っ掛けるんですよね。あ、そうそう、お酒好きっていう設定ですよね。青森出身めーって言うんだよね。そう、美味しいのね。まーいみたいなあ、そんな感じの中段なんかね、でもね、こう職人 VS 職人みたいな感じがね、ちょっと私は読みどころでしたね、うんうん、あ、なるほどなるほど、そういうようなところもいろいろ出てきますよね、うんうん、結構なんかこう、なんつったらいいんだろうな、ただ仕事の依頼を受けてそれを、やっていく、設計するとかっていう話になかなかならなくて、そうそうそう、なんかいろんな問題を解決していくみたいなね、うん、そういうタイプの、エピソードもいろいろあったりします、ね、あと建築士と建築家は違うみたいな、はい、いなるほど、だからなんとなく言葉が違うのは分かってたけど、なるほどみたいな、うん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 、もうちょっと建築家はアーティスト系なのねみたいなのとかね、うんうんうん、学びになりましたら、そうですね、ためになったよって感じですかな子は一級建築士なわけですけど、でも、まあ、建築家になりたいっていうことをね、言ってそこで夢が語られるっていうことですね。はい、ありがとうございます。多田さんいかがでした。あ、面白かったです、うん、まあ、とにかく最初のことは情報量多いな、すさまじく多い思って、まあ、実際僕は建築は興味あるタイプで、うん、すいません2巻はちゃんと読めてないんですけど、はいはい、1巻目は割とそのなんか耐震強度とか、うん、ある種のその日照権の話とか、うん、こう結構その何ですかね、建築の管理の問題とか、うんうんうん、割と結構スタンダードな、うん、あとどう鉄筋入れるかとか、うんうんうん、そういう話からすごく丁寧に、うん、その建築士のかなこさんの視点から、うん、そのいろんな人にこう説明したり、時にはバトルになったりみたいな構造になってるんですけど、うん、まあ、その建築士としてのお仕事の内容についてだけでもめちゃめちゃ情報量があるのに、うん、さらに日本酒の話がそうだねお酒の話がそうそう、で散歩グルメ的な要素もすごいあるじゃないですか、うん、なんだったら散歩グルメっていうか、散歩して食事してるだけで一回終わるみたいなそうだったりとかするし、で青森からやってきて、なんですかね、その中で独立して一人この女の子が一本立ちして頑張るみたいな朝ドラ的な要素もあるんですが、うん、めちゃめちゃ要素てんこ盛りやんみたいな感じで、最初読んだ時はちょっと なんつうの、読んでも読んでも終わらねえみたいな、わからないみたいな、この漫画はどこへ行ってるんだみたいな感じですごいちょっと混乱した感じはあったんですけど、うんうんうん、まあ、基本的にはこの建築のうんちくをまあ語っていくんだけど、それだけじゃつまんないから、いろんなこうキャラクターとか他の部分でも面白い部分を肉付けして、こういう形に面白い形にしたんだろうなっていうことがなんとなく掴んでからは、まあ漫画がこう読めるようになったっ
っていう感じはしました、ね、これ生真面目にさ、はい、全ての情報に付き合うともうえらい大変だよな。だからすごい最初読んだ時は進まねえって、うん、本当そう思う。頭のギアを何度なんか何回も入れ直すみたいな感じで、ちょっと縫い読者の側でそこね、うん、抜きながら読んでいかないと、ね、特に2巻の受験編はねこれ読めないですよ。そう、ちょっと今思い出して1巻を見ると、1巻はまだそのセリフが少ないというか、物語のストーリーが割と余力あって、で2巻のもう受験編はすごいですね。本当にそれだけ大変な資格ってことなんですな。それはすごく伝わります、うん、問題もちゃんと載ってるしね。なるほどなるほど。もう読んでないですけど僕は。でもちゃんと時代もあってもちゃんとまだ製図台で書いてるっていう、あそういうシーンも出てきたりするね。製図ペンとかやっぱりそのディティールに関してはやっぱそのやってる人だなっていう、例えばその図面とか見てもあんまりこう書いてない部分に関しても、あここボード入れてとか段差つけてとかすんごい情報量がびっちり書いてあるんで、うんうんそうね、これはすごい本格的にやってる人が分かるようになんていうんですかね、ちょっとハードルを下げて説明してくださってるんだなっていう感じがして、それはすごく好感を持ちました、ね、でもなんか狂気を感じたのなんか情報量多いの一例として、座ってる椅子机とかに全部ミリ単位で何て言うんですかね、はいはい、長さと太さとか書いてたり書き込みがあったり、もうなんか奥行きのパースにも全部 何センチみたいな感じでヒーってなるちゃんと合ってそうみたいな職業病とかね、まあオーバーに書いてる部分もあると思うんですけど、でも体感的に分かってるっていうのはすごくあると思うんですね。常にメジャー持ってね、そうなんですよね、時間の間でもある程度測んなきゃいけないっていうのもあるし、すんごい変わった漫画ですよね。変わった漫画だね、確かに。いやそのさ、だから変わってるところっていうのはやっぱこの媒体と多分すごく密接につながっていて、これ2巻のね、あの後書き漫画で言われてるんですけど、一回あのなんかなんていうの、もうこれで終わりっていうかさ、打ち切りっていうか、あの他に行ってもいいですよっていうこと言われるっていう話が出てくるんですよ。あ、そうですね、でそれだから娯楽っていう媒体の中で、そもそも建築漫画っていうのが、あのなんかこういけんのかみたいなところがある中で、だからこそいろいろなチャレンジをしてなんとか続けようとした中で、でももうちょっと無理みたいな感じに編集部がなったんだって。ところがその後、第1巻が10版かかりましたみたいなので、結局相当10版かかるんだよねこれ。なるほどね、なんか書いてあったような気がするけど、データが出てくるまでラグがあった。そうそう、それで手のひら返しみたいな感じで続けていいですみたいな話になるんですけど、絵本があった勝手なイメージですけど、やっぱ娯楽っていうと何ですか、喧嘩、アウトロー、エロみたいな、そうですね、なんかそういうそういうイメージがあるじゃないです か、 あれかな、そういう意味で異色ですよね。確かにな、だから担当編集も普通にエロを求めていったら、あれみたいな、そう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 、しかももともとね成人漫画描いてらした人だから、そうあれガチな建築漫画来たぞみたいな、ウェルメイドなやつ来ちゃったみたいな、何でもいいですよって好きなら描いてくださいって言ったら来るパターンです。でも結果的にでも売れたってことはさ、よかったちゃんとそこにニーズがあったりなんか真似できないよね、他の人できるわけがないこの漫画。そこの良さはすごくある、てかそこの良さがこの作品の良さだと思うな。あ、そうですね、逆に言えば1巻目でなんか隣のなんか飲み屋のお姉ちゃんが無駄になんかすごいおっぱいでかいとかいうのは結構ノイズだったりするじゃないですか。まあね、確かに。でもこの作家さんのね、なんかこうことを知ってるんだったらやっぱそれは欲しいとこ、やっぱ娯楽にそこはちょっとあれだよ、でも気遣ったんだよ、だから2巻目見たらそういう感じがすごいなくなってるから、あやっぱり、ね、あのよりこのやりたいことに進んでったのかなって感じがすごい、だから今それグルメもある、はいはい、建築ももちろん主軸である、もうここにエロとか入れちゃったらもう、ってなったんじゃない、そうそう処理しきれないみたいな、そう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 、それこそね何回か前に林さんが言ったそのなんかこう恋愛ものとかがノイズになるみたいなさ、まあでも娯楽の人に対してはどうなんだろう、そうそうそう、なんかノイズではないのではみたいな、娯楽読者にとってはね、むしろこの情報がある何ですかね、知識の方がノイズだよってノイズだよなみたいな、あでもわかん、でも娯楽、すごい偏見かも今から言おう、でも結構勝手なイメージ、娯楽ってでも建設業の人勝手なイメージないですか、全然あるんじゃないですか、働いてる人が現場で、あるんじゃ、まあ、建設そうね、だからそことかだと現場の話とかはなんか共感得られそうな感じがする、そうですね、ただ設計だけじゃなくて
応現場のどう鉄骨入れるかとか、そうそうそう、許可がね、うん、っていう話もなんか生コンやってさ、そうそうそう、うんうん、その強度測るとか、うんうん、割とあるあるの部分も入ってるから、そういう人も楽しく読むんじゃない多分って思った、うんうん、そうなんだよな、こういう状況だとぶち抜けねえんだよみたいな感じで読んだりとか、そういう意外な共感ってあるんじゃない。いや俺のなんデベロッパーでなんか1週間に1回しか来ないよみたいなね、はい、そう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 建築な裏側もちょっとあるじゃないですか、建築業界あるある、うんうん、あそうね、うん、みたいなのある、実はダメだけどやってるあるある、あそうかそうか、もあるし ね、 みたいな、ね、うん、入れてたりするから、あそうね、うん、だからそういうの読むとさ、なんかこう今僕は賃貸に住んでますけど、ええ、そこの構造とかね、ちょっとなんかこう、はいはい、あだからこうなってるんだ、そこの段差がねみたいな、だからなんか耐震上こっちの作りの方がいいけど、現場からめちゃめちゃ面倒くさいから嫌われてるとかね、このパネルとかさ、ありそう、ボード入れるときにいちいちその隙間測んなきゃやんないから嫌がられんだよね、あなるほどなとかさ、うん、そうそうそう、あるある現場じゃないと分かんないあるあるが結構入って、そうそう、でも面白い、ね、建築家としては、うん、そういう現場に惑わされずちゃんと作る、はいはいはい、作らせるのが、はい、俺たちの仕事だろうみたいな考えもあるみたいな、うんうん、現場に動かされんなみたいな、そうそうそう、あそういう対立はたちょいちょい確かに出てくるかもな、でもなんか、うん、ここにあるエピソードなんですけど、主人公の子が見た悪夢なんですけど、うん、なんか確認した後のはずの穴が開いてないみたいな、はい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 、でもお前の責任だろうみたいな、でも私が見た時にあったのに、でその時のなんかあったなんか起きたらちゃんとあったみたいな、これなんか多分本当に ありそうと、ね、この特に新人とかね、うん、あるんじゃないそういうの、どうにもならないミスみたいな、なんか現実か夢かもう分からんくなるみたいな疲れすぎて、はい、そうね、立場上はさ、そのかな子は女性っていう立場 で、うん、でしかも割となんかこうなんていうのセクハラとは言わねえのかな、うん、そういうなんかこう女性蔑視的な感じがすごくそこにあってみたいなし、多分でも一番偉いんですよ多分、あの現場の中では指示する係の人だから、だそういうのも込み込みの悪夢っていう感じですよね、悪夢感じで、本当にこれで私がミスしたら何百万何千万が損するとか、期日通りにビルが建たないとか、ね、建たなかったビルの話とかちょこっと出てきたりしますよね、有名なのがぜひ皆さんも後楽園近くの建たなかったビル、幽霊マンションもチェック有名なのがあるチェック、あまあやっぱその責任を考えるとね、まあ、でかいよね、出版とかだってまあまあ責任はあったりしてさ、例えば 5色とかさ、でもさ、それに比べて、でも建築に比べたら桁が違う、そうし、やっぱ出版は言うても人は死なない、うん、あまあごく生まれなりみたいなそうし、まあなんか取り返しがギリつく、うん、けど建物つかないもんね、うん、大阪万博つかないね、今回ね、どうなることやらっていう感じ、労働基準法を一回無視しましたそんなことあるんだ、はい、でそういうことが今万博編とかできるんじゃないかあ、なるほどね、娯楽だったらありそうだ、パビリオン白龍とか血の色の匂いがする、血の色の匂いがする怒られんじゃねえどうしても一個立たないやつがあってそのパビリオン設計してくださいみたいな、でそうそうそう、国の人とめちゃめちゃ喧嘩するみたいな、好きじゃないそういうの確かにねはい、はい、まあ、いろんなねエピソードがあるんですけど、あの一巻で言うとさ、俺クラフトビールの話とかやっぱいいなっていう気がした、やっぱ建築とそれからあとなんかこうビールっていうところ、うん、であのその響き合うところとかもちょっと感じられたりとか、それからあとその飲み物っていう話だけじゃなくて街っていうものがどうなっていて、そこに何があるかっていう、どういうお店ができてくるかとかね、そういうの込みでそういう視点があるところもすごくいいかな、だからなんかこの作品の中でやろうとしてることって本当建築に関わる本当に多様なものが扱われてるっていう感じはしますよね、そこはすごく魅力的だな、まあ、そういうなんかいろいろ扱われてるってことで言ったら、なんか例えばマンションの管理会社の話とかね、俺全然俺はこういうのは知らないですけど、今俺は借りてるだけで自分で買って住んでないからね、買うとやっぱそういうこともいろいろ出てくるんですね、ねえ、なんかよくその外壁工事とか確認とかいう話で仕事ちょっと休むねとか師匠仲間から聞いたりすることがあるんですけど、うん、いや来週の木曜日マンションの管理のおにゃいやらでとかいろいろ聞くんですけど、でもこれとか読むと、そうかタイルって可愛いけど大変なんだなとか、寄、ねうん、り町の建物とかが、うん、あの身近な感じしますね、いや本当そうですよね、うん、まあ、そういう意味では割となんていうんですか、建物内
とかそれの管理とかの話になってきますけど、もしかするとねこの後その話が広がってくると都市設計とか、うんうんうん、そういう部分にも話が広がってくると、あのよりあの話としても面白いのかなっていう気はしてますね。まあそっちの広がり方はまだできそうだなって感じがすごいします ね、まあ、でも都市設計みたいなすげえ大きなところにどういう立場でだったら関われるのかとかね、うん、ちょっとよく分かんないけどな、まあ、うん、てかあとはさもう今話題になってるのイチョウ並木だからその建築士めちゃめちゃ嫌われるとかね、あ自分は頼まれてさ設計者だけなのにさ、もちろん、うん、そうだね、うん、なんかさそう今思い出したけどうちの近くに、うん、あのグランベリーパーク、うん、なんだっけ南町だグランベリーパークでよかったっけ、そのなんかモールがショッピングモールがあってその横にあの公園があるわけですけど、はいはい、で道路がそっちに向かっていく道路のね、うん、あのあれ木は何なんだろう、ポプラかなんかなのかな、大きい木がずっと生えてたのが、はいはい、突如なくなったのよ。で見晴らしはめっちゃ良くなったんで、うん、それはそれでいいんだけど、うん、あんな大きな木の並木なんで切ったんだろうとか、うん、全然俺知らないんですけど、うん、そういうのあったわ、うん、そうですね、だいぶ長いことはあそこねあの工事してましたから、うん、その地面の方から土入れの方から全部ね、あ、うん、まあ、囲って見えなかったんですけどね、うん、うん、ね、どうなのか。でうちの近くの方に来るとなんかこう電線がなくて多分地中に埋められてるみたいな、はいはい、だから景観的にはすごく広々とした感じがするんだけど、うん、そういう風にやっていく都市、うん、計画というかね、そういうことをしていくのかとかね、うん、そういうのとかねちょっと気になったりしたな、うん、そうですね、なんかそういう都市の作るとか街を作るとかっていうのよりももうちょっとちっちゃなお家の中みたいなのに割とスポットが当たってるじゃないですか、うん、で二巻の方でしたっけ、なんか一緒にこう大家さんみたいなのの方の、はい、あの暮らしを助けるように具体的にっていうのも、お家の中の細々したことじゃなくて家自体を補強するっていう方に行ってらしたので、うん、やっぱりあの得意な分野のそういう家を通じて人と出会うとか、うんうんうん、そういう方向にお話きっとなっていくんだろうなと思います。ただこのあと一軒のお家じゃなくてお隣さんがとか、うん、あのまた建てる人の業者さんとのお話もあるので、うん、確かに街づくりとかそういうところも入って関係してそうですよね、うん、ね、それはどういう方向に行くのかね、うん、今の話はね、あのかな子がどこで暮らしてんのかみたいな話で、うん、あの事務所はまああるわけですけれども、うん、実はっていうことでそのなんか知り合いになった、女性のところで空きがあるからそこで暮らしてよっていう結構、お年を召した方なんですけど、うんうんうん、であのその人がなんかこう怪我をして入院することになって、うん、でその時にかな子がいろいろとなんかこう補強するっていうね、うん、そういうエピソードが出てくる、うん、なるほど。そうですね、あの何度かそれのそのエピソードでもそうなんですが、うん、地震とか災害についてもちょっと触れられるので、そういう意味でもあのどうやって人を守るかとか、うん、街とか暮らしの中で人がどういうふうに長く暮らしていけるのかっていうところも意識されているような気がします。そのことと無関係ではないですね、当然建築ってね、うんうん、冒頭のところでね、まあ、あの2話目がそれこそ日照権とあの建築構造の話なんで、うんうん、割と周辺住民にどう説明するかみたいな、周りの環境はどう、中高層ですね、中高層というぼんやりとした概念の話ちょっと面白いんですけど、であの1巻目がまあ耐震強度の話だね、うん、どう発害に出てっていう話で、こっち側から押すと全く強度がないよみたいな話とかで、うんうん、あそこはその震災の話とか出るんですけど、実際にあの震災とか起きた時にそのやっぱり一面ガラス張りとかってすごいかっこよかったりとかするわけじゃないですか、やっぱそういうところに結構なんて補強の鉄筋が入ったりとか見た目はだいぶ悪くなったりとか、そういう改修工事を行っているところをたくさん見たりしたんで、ああやっぱり何ですかね、ある程度の見た目、うん、すごい大胆にガラス取ってんなと思ったけど、うん、匠のハウスみたいなねそうそう、あとああやっぱちょっと問題があったのかなとかいろいろ考えちゃうことありますよね、うん、そういう時は、ね、でその後のある種のその暴動を入れたりとか、
その柱とその壁の一体化のが規格が変わっていく話とか、うんうん、それ割とちょっと突っ込んだ話もこう間に間に挟むのがこの漫画の面白いところだなと思いましたね、うんうんうん、なんか俺全然自覚してなかったけど確かに第1話でその阪神淡路大震災の話が出てくるじゃないですか、ちょっと、うんうん、で、第2巻のさっき美咲さんが言ってくれたところも地震の話なんですよね、うん、そうそうそう、だからなんかそれはなんかあるのかもしれないですよね、はい、全体的に地震っていうことについて、でしかも今年はね、あの関東大震災から約100年なんでね、まあ、そうですね、お家で人の命を守るっていうことは、うんうん、大思いになられてるのかなっていう気がしますね、まあ、日本でねやっぱり建築建てるとなるや、うん、それは地震のこと考えないでは建てられないよねっていう、そうですね、ここ今見て岸田アンペアブレーカーっていう、アンペアブレーカーなんですね、そうそうそう、うん、これあ西日本ねえんだね、そう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 、知らなかったみたいな、俺それ読んで、これ2巻に出てくるんですけど、自分の家確認したからねあるのかなと思って やっぱありましたけどね、ありますよね、ありますよね、あそうなんだ、でもそういうふうに言われないとさ、うん、あの住んでるだけだったら分かりもしないからさ、うん、それこそなんかこうねブレーカーが飛んで初めて触るみたいなもんだからね、うんうん、まあそれは知らないあるあるがいっぱいです、いや本当本当そうなんだよな、だそこの楽しさはすげえある作品だなって思う、ね、全部読めないけどねでも一巻がとがきで言ってたのは、うん、その素人の人にも読んでもらってるっていうね、うん、あまあまあそうですね、それ大事ですよね、荒読みしてもらってなんか、ね、飲み屋の誰とか知り合いとか、ね、そうそう、異世界行ったらみたいなねなんかそうそう、そんなアドバイスもらってるんですよね、行かないですみたいな異世界禁止しでもそういうのあるからね、うん、あの本当にそうですね、でも最初もう俺それこそ俺が読んだ時にうわ情報量多いな、どこを追えばいいのよっていう風になったっていうのはあると思いますけど、うん、最初は興味持ったとこを追えばいいと思う、そうね、本当そう、キャラクターを追ってもいいし、うん、その美味しそうなものとか飲み屋を巡るとこを追ってもいいし、うん、俺みたいに建築が好きだったら最初から建築追ってもいいし、うん、みたいな感じで、うん、全部追うとものすごい大変だから、そうそう、うん、好きなとこ、そういう意味ではその何か取っかかりの服はいっぱいあるっていうのが、うん、いいとこですよね、そうだと思います、わざとすごいこう服をたくさんつけてるんだと思うんですけど、でそれ興味持ったら他もねみたいな感じで読めばいいのかなと思いますけどね、うんうんうん、情報量はすごいです、すごいよねいやでもこういう漫画読んだことないなっていうのはすごく思うかな、建築ではなくない、うん、確かにな、確かにこんなにね図面とかさ、しかも何ですか、こういう書類とかまでバッチリ載せてくるっていうのはすごいですよね、級数みちみちにちっちゃいもんね、そう、読めねーみたいな、おじさんこういう感じなんですよ、ほんとほんと、ルビーはルビーがあるところあったような気がするけど、ほんと読めない感じがするな拡大で、うん、ラテン語だよね、ラテン語です、ほぼラテン語ですそういう意味では、まあ、よく分かる人は逆に言えば分かってるねみたいな奥深さがあると思いますね、変わったまま、じゃあこの後もあれですか、続く3巻も続くよみたいな、ね、全然続いてる話はもちろん続いてるんで、このままやっていくんじゃないですか、第2巻で大丈夫だって言われたんでこれね、なんかギアが入ってまたなんかさらに濃いカルトの漫画になってる可能性ありますね、うん、3巻もうわけわかんないみたいなそうね、確かに、だからすごいなんていうかさ、国民的な大ヒットとかそういう風にはならないんですけど、まあ、でもこういったなんかこうエッチなものがちゃんと売れてくみたいなのはすごいいいですよね、うんねうん、しかも娯楽でこれやってるっていうのが面白いですよね確かに、でもこれ読むとちょっと建築の見方が変わるっていうのはそれはあるんじゃないかな、うんうん、そうだね、うんうん、でさっき林さんが言ったようにそのなんかこう設計と、うん、建築士と建築家の違いみたいな、確かに、でそういうのも本当にあの1回のエピソードしかなかったけど、でもやっぱなんかこう普通の家とさ、建築が建てた家っていうのが違うみたいなところとかもなんかこう結構その有名なその名建築が出てきて、うん、そのコンセプトみたいなものをこのかなこさんがちょっと解説してくれたりするっていうところは、
なんていうんですかね、そこの違いとか、うん、概念みたいなのを噛み砕いて説明してくれる感じはあるかもしれない、ね、確かに、だから その方向だけでも、例えば名建築を全部そういうので説明してくるのだけでもいけそうな気がするじゃないだと思います。なんかある種の不便さみたいなものをさ、なんかこう内在させた建築物みたいな、オタク訪問みたいですね。そう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 、朝やってるやつ、うわでも住んだらめっちゃ住みづらそうみたいな、ね、家の中で傘さすのみたいな、そうそうそう、でも結構そういうスタンダードが有名なところとかね、うんうん、興味持てるところからこう紹介してくれるんで、ね、うん、それはそれで、まあ、これ自体やっぱりなんかここしばらくそういうのよく言ってますけど、あのなんかこう学習漫画的な、ね、うん、ところはあるけれども、うん、そういう風な作りでさらに学習漫画的なものを作っていくこともできそうですよね。そう、だいぶぎゅうぎゅうに入ってますぎゅうぎゅうだね、ぎゅうぎゅうですねでもそれだけなんか強度がある作品ですよね。あ、そうかもしれない、うん、設計強度がある、そう、設計強度がある設計強度、酒側から押しても倒れないから、ね、確かに確かにその代わりこうさ狭い敷地にギャーってめちゃ、うん、部屋数なんかすごいぞみたいな大丈夫かっていう、火事があった時脱出できるかみたいなまあね、それこそ漫画と建築の関係とかもねちょっと考えたくなるような、うん、そういう作品ですね、まあ、そうですね、はい、ということで、今回は、原のおすすめ作品ということで、木野仁さんの一級建築士かな子の設計思考を取り上げました、次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか。美咲さんごめんね、はい、次取り上げるのはホラー漫画です。来ました、ホラー漫画。タイトルが怖い話は聞くだけで、うん、はい、という作品で、今を、うん、今一番ホットなホラーメーカーなしさんが、ホラーメーカーなしさんが原作で、作画が影山五月さんという方が書いてらっしゃる、私の人生で一番怖いホラー漫画かもと。マジですかよ。うまく、すっごいうまくできてる、し、すごくホラーのテイストも今っぽいなって思いました。なるほどなるほど。あの質問です、面白いですか。面白い。なんかね、2巻読んだら1巻読みたくなる感じ。怖いけど、うん、で皆さんこれ2巻まで読んでください。2巻までね、はい、分かりました。はい、次回はその作品を取り上げたいと思います。サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています。ぜひそちらもご覧ください。チャンネル登録、コメント、いいね、よろしくお願いいたします。イエーイ。ということで、今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです。以上、原と林と田田と美咲でした。また次回お会いいたしましょう。ではまた。